はい、どうも小林隆史でございます。最近ですね、ネットフリックスの、まあ、連続ドラマでペーパーハウスっていう、銀行強盗立てこもりもののそういうドラマシリーズを見るのにちょっとハマりましてですね、まだ第一シーズンしか見てないんですけど、でもちょっと面白いなと思ってるんだけどね。でよく考えると、こういう銀行強盗ものとか立てこもりものって昔からたくさんあるじゃないですか。もう王道的に、まあ、クライムアクションとしてあると。で結構俺これ好きなんだな結局ってことが分かってきまして、で今までどんな強盗もの立てこもりものを見たんだろうかっていうのを遡ってね、思い出していってみて、で結局こんだけ作られてるから、やっぱりそのなんていうんですかね、前の作品がこの作品に影響を与えてみたいなことは面々と受け継がれてたりするんですよね。その辺の話をちょっとしてみようかなと思っております。でペーパーハウスっていうね、スペインが舞台で、スペイン語でずっとやられてる作品なんですけども、まあ王道なんですけど、強盗のまあチームがありますよね。で結局強盗のチーム、そして警官とか交渉人とか、そのね、相対する警察のチームがありますよね。まあそれに FBI みたいな機関とかもちろん入ってきたりするんだけど、その勢力がある。そしてこの真ん中に人質っていうね、人質の人たちっていうのがいるじゃないですか。でこの三つどもえでみんな考えてることを探り合いながら動くっていうことが、多分この立てこもりものの魅力の最大のところなんじゃないかなと思うんですよね。人質は人質でなんとか助かりたいって思いで、動き出したりもするし、あるいは犯人と心を寄せたりすることもあればみたいなことをやって、こう揺れて動くわけですよね。で犯人、警察がね、なんとかしてその人質を殺さずに犯人を全員捕まえたいという思いで、ね、いろんな画策をする。でこちら側の強盗側は、でこのシリーズを長くやろうと思ったら、どんだけ緻密に、どの程度こういうことが起こるからその時はこうしてっていう作戦を緻密に立てているかっていうあたりが、まあこの三つどもえの争いの中で面白い、まあなんていうんですかね、ベースになってくるところだと思うんですよね。で、まあ今までも僕いろいろ銀行強盗ものって見たなと思って思い出すんですけども、例えばですけど、まあ羅列していくことになっちゃうんですけども、例えばインサイドマンっていうね映画、これもまあ銀行強盗ですね。これもあんま人質ものって感じじゃなかったかな、だとか、あとですね、キルポイントっていうのが昔見たドラマシリーズだったんです。これ全5回くらいだったかなのドラマシリーズで、キルポイントっていうのがあるんですけど、これなんかは、なんて言うんだろうな、元海兵隊の奴らが銀行ごとに入って立てこもり、長期間の立てこもりをし始めるんですね。で、だんだんとそのマスコミを通して、世間になんかあいつらかわいそうな奴らなんじゃないかって同情を買っていくみたいな流れがあるんだけど、これは遡っていくとですね、例えばアルパチーノが出てた、狼たちの午後ね、狼たちの午後っていう作品なんかは、マスコミが世間にこうスポット当てて、彼らにスポット当てることによって、なんていうの、銀行強盗がヒーロー化していくみたいな現象があって、これも実話が元らしいんですけども、そういうものからのこうなんていうかな、連綿と受け継がれてるものがあったりするわけなんですね。なんか犯人の方がヒーローっぽく見せられてしまうとかね。あと僕の好きな映画だと、交渉人っていう映画がありますけど、これはケビン・スペイシーが交渉人の役なんですけど、交渉っていうのが、まあ、エンターテインメントになるんだってこともね、この作品ですごく面白く見せてくれてますね。これもおすすめの映画です。でかなり時代今度遡りますけども、この、ペーパーハウスでもやはりやられていることなんですが、強盗集団が変なマスクをして銀行ごとに入るってよく見るじゃないですか。あれの元祖って言われてるのが、スタンリー・キューブリック監督の現生に体を張れっていう、まあ、白黒の映画ですけど、これで多分最初にピエロのお面みたいなので銀行ごとに入るっていうのがあって、でそれってもういろんな銀行強盗ものでこう繰り返し繰り返し出てきてお参りされてるわけですね。あとはそういう現生に体を張れの時代の、その映画の影響を受けた世代っていっぱいいて、その中に例えばタランティーノなんかもいるんですけども、僕大好きなレザボアドッグスなんかは、レザボアドッグスで、面白いのは、初めて会う人間同士でチームを組んでるから、本名をお互い知らない。で、その中に、潜入警官がいたっていうお話なんだけど、だからあだ名で呼び合うんですね、銀行強盗同士が。で、そのレザボアドッグスの場合は色でね、ブラウンとかパープルとかそういう色で呼び合うんですけど、で、このペーパーハウスっていう、ドラマシリーズの場合は、
町の名前になってるんですね。例えば東京っていうやつがいてとか、ベルリンっていう冷徹なリーダーのベルリンがいてとか、デンバーっていう割と頭の悪くてでみだなこう、まあ、モスクワがいてとか、そういう感じでね、都市の名前で呼び合うのね。でこれも多分意味はね、ちゃんとなんかあるんだと思うんですよ。その面白いなと思うのは、そのアメリカの都市がデンバーなところだよね。なんでデンバーを選んでるのかっていうのがなんか意味あるんですよ。ちょっとそこまではちょっと僕も分かってないところあるんですけど、そういうあだ名で呼び合うっていうところがレザーボアドックスのなんか感じもさせてくれるというのもありますし、あとはですね、その、ま、タランティーノが制作総指揮をしているキリングゾーイっていう、これはフランスで撮った映画ですけども、これもね僕割と好きな銀行強盗映画ですね。これもエキサイティングな映画なんで、ぜひ見てほしいなと思うやつですね。さあ、そしてもう一個、過去に遡って原点的な映画になるんですけども、黄金の七人っていう映画があるんですけど、これはまあ金塊強盗みたいにするんですけど、 さっき言った作戦を立てて チームでね、どんだけ作戦が緻密に立てられてるかって話が結構多いわけなんですけど、それも、教授っていう、まあ、リーダーのね、頭のいい教授がいて、あとみんないて、で教授がすごいいろんな計画を立ててくれてるっていう構図があるんですけど、こういう構図も銀行強盗もので結構踏襲されているんですよね。ペーパーハウスなんかはまさに教授っていう、人が出てきて、で教授が他の人間を全部動かしてると、黒幕は教授でっていう風になっていて、この辺ももう連綿と受け継がれてる流れですよね。はい。それからの似た教授がいて集められた人間がっていうので言うと、ベイビードライバーっていうのが最近見た映画でありましたけど、これも、教授って言われる人間、まあこれケビン・スペーシーがやってるんだけど、それに、付き合ってみんなが強盗するというような話になってて、でこの面白いベイビードライバー、ちょっと面白いのは、主人公の男の子はドライバーだけの役割なんですね。別に銃を持ってなんか脅してとかするんじゃなくて、ドライバー、逃げる時のドライバー役だったりするんで、そこがちょっと面白い設定だなと思ったりしますね。ベビードライバーもちょっとね、楽しい映画なんで見てほしいなと思いますね。あとは、他にもバンクジョブっていう映画とかも、まあそうですね、結構どんでん返しのある銀行強盗もので面白いんですけど、一つちょっと一気に外れたやつ一個だけ紹介して終わりますね。その男バンダムというやつです、これはなんかね、すげえ変わった映画で、ジャン・クロード・バンダムっていうアクション俳優の、ムキムキのアクション俳優の人、わかりますかね、80年代に、いっぱいアクション映画作られて、なんかもともと空手のチャンピオンみたいなところから来た人なんですけども、でその人主演でいっぱい映画撮られてたんですけど、だんだん実際落ち目になって、でこのその男バンダムっていうのは、ジャン・クロード・バンダム本人の役で、本人がセルフパロディみたいな状態で出てるのがちょっと面白いんですね。なんかアクション映画の話も全然決まんないし、決まったと思ったらなんかなんですかね、スティーブン・セガールに役取られちゃってとか、そういう話が出てくる映画なのね。で本人がなんかなんていうの、打ちのめされていたら、間違って銀行強盗に入られるその郵便局かなんかで事件に巻き込まれちゃうと、銀行強盗の人質になっちゃうみたいな、そういう話なんですね。まあだから正確には銀行強盗がメインの話っていうんじゃないですけど、バンダムの話っていうね、そんな銀行強盗と絡んだバンダムという面白い、まあちょっと変わった映画ですね。はい、そんなわけで、まだまだ多分銀行強盗関係の映画ってものすごいたくさんあると思うんで、もし皆さんこんな銀行強盗ものあるよとかね、知ってるので面白いのあったらぜひ教えてほしいななんて思いました。銀行強盗ものの映画好きな小林隆香でございました。ではね、またバイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆香でした。